はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの生が今日は大きな揺れをお送りいたします。よろしくお願いします。2024年4月17日、大きく揺れましたね。まあ、震度6弱ということで、愛媛県中心にね、本、ま、当、あ、大丈夫でしたでしょうかね。もう被害が本当に最小限でとどまるように願っております。 あ大変ですよ、うん。まあでもそれにとどまらずに、まああちらこちら、まあ、揺れますね、これからもね。で、あのインドネシアの方ですよ、ね、あの大きい、あの、ね、あの、小山田ドンっていうふうに気象庁で発表ありましたけれども、小山田ドンだけではないんですよ。その何分か前にね、大きく揺れてるんですよ。これ、大きかったですよ。で、詳細は不明って書いてありますけど、アメリカの方の、 あの、衛星から観測された揺れでは、推測ですよ。推測だけれども、まあ、あの、M8 前後ですね。M8 程度ではなかったかというふうになっていますね。大きいですよね。で、その後に、もう、間髪入れずに、あの、ドン。お山田ドン。これをね、ちゃんとした言葉で言うと引っかかるんですよ。YouTube とは私のお尻をね、ガブガブ、かぶりついてくるんですよね。 うん。怖いですよ。お尻が半分持ってかれちゃうんで。<laughs> いやいや。なんだその持ってかれちゃうってね。いや、ほんと危ないですよね。あの、そうじゃなくても二つしかないので、一つね、持ってかれちゃうと。うん、なんかばっかみたいな感じになりますからね。で、まあ、あの、このね、大山田ドン、インドネシアの、これ3000キロちょうどぐらいの場所なんですよ。日本の南側ね。なのに、3000キロ離れているのに、昨日の 気象庁の第一報が、あの、これ21時、日本時間の21時に小山田ドンになってるんですよ。その数分前に揺れてるんですよ。まあ、ほぼ同時なんですよね。だからまあ、小山田ドンと大きな揺れはもう絶対1セットになっていて起きたところなんですよね。場所なんですよ。同じ場所なんでね。で、その場所から3000キロあるのに、それが21時、日本時間の 2024年4月17日、夜の9時、21時に発生したにもかかわらず、23時、それから2時間後の23時に沖縄に大きな波々がやってくるかもしれないっていうね、そういう発表をしたんですよ。可能性がある。絶対ないんですよ。計算上。だって2時間しかないんですよ。2時間後にですよ。 小山田ドンが起きてすぐにそれを気象庁は発表したんですよ。なんだけど、どう計算しても3000キロあるので2時間で到達するためには、その波々の速度が1500キロ時速。まあ、マッハ1を超えてるわけですけど、<laughs> そんな波々が見たことも聞いたこともないですよ、今までに。ないんですよ。ありえないですよね。まあ、衝撃波がね、 その音波的なものが来るっていうんだったら、まだわかりますよね。音の速度だからちょうどマッハじゃないですか。だけど、2時間後には来ないんですよ、それでもね。だからありえないんですよ、11時。でも最初、本当そういう発表があって、であとは詳細不明ということで、来るか来ないかわからないっていうのが、朝方の明け方未明の4時3分まで続いたんですよ。で4時3分に最終の発表があ で、気象庁から来ません。どうやら来ないと。いやいや、そりゃそうでしょう。いや、いくらなんだってね、そこで来なかったらもう、まあ、来る可能性はあるかもしれないけど、すごい低いですよね、うん。だからね、あの、これ原因あるんですけどね、あの、衛星が壊れちゃってるんですよね、一部観測の衛星がね。だから何がなんだかね、わかんないんですよ、南の方で何か起きると、遠くで。まだね、日本近海だと、 ま、どうにかなるんでしょうけれども、それでもね、あのー、その、システムが、それを観測するシステム網っていうのが壊れちゃってるんですよね、半分ぐらい。だからね、正確な予測は立てられない。だからなんかあると、すぐ警報を出すでしょ波々のね、日本の近くであればね、大きい揺れで海底かなんかのね。それはなぜかっていうと、わかんないから一応出しとかないと、来ちゃったら大変じゃないですか。うん、だけど、 まあ今回インドネシアの場合ね、遠くだったんで、これ参ったなぁと思って、まあずっと不明不明ってなってたんでしょう。最終的にどこにもあの来なかったんでね。まあ来るんだったら最初フィリピンとかに来るので、その情報を多分待ってたんだと思うんですよ。フィリピンに来ない。まあおそらく来ないなということなんですよね。フィリピンのまあ南向きの海岸ですよ。そこにも来てない。次日本なんでね。 うん、来てないから、まあ、おそらく来ないだろうっていうことで、まあ、待って言うだけで、ちょっともうちょっと様子見ようかということで、最終発表も遅れたんですよね。うん。まあ、完全に来ないような時間になってから、まあ、判断が、まあ、おそらく来ないでしょうっていうね。よくわかんないじゃん、もう。だから、ちょっとね、危ないから、今後大きい揺れが起きた時に、すぐ逃げなきゃダメですよ。あの、海沿いとか海岸沿いにいらっしゃる方はね。 そこに住んでいる方もそう。または、あの、たまたまそこに海にね、まあ、あの、彼と海を見に行ったのよとかね。まあ、あるじゃん。人生ありますよね。私もありますよ。若い時にね。あの、海にね、ドライブとか行ってねで。そこでたまたま来るかもしれないじゃないですか。わかんないんですよね。そんなのね。だから、そこにいて情報を得た場合には、すぐさま高台に移動しないといけないです。躊躇せずにね。 だって移動して、ね悪いこと何も起きないじゃないですか。移動した方がいいんですよね。だってもしかしたらすぐに、まあ、は1は超えないと思うんですけど、あの、時速700キロっていうのは今まで観測されていることはあるんですよ。なみの速度。結構速いですよ。時速700キロっていうのは、普通の旅客機のね、スピードとほぼ変わらないので、それぐらいの速度では来る場合があるんですよね。だから時速300キロぐらいっていうのは、ザラなんですよ。 だ時速300キロでも F1 マシンですよね。怖いじゃないですか。あんなスピードで波々が襲ってきたらね。だから、まあ避難するに越したことはないと思いますよね。あの、用意して。あの、人間っていうのは用心深くて注意が、いやもう本当になんか石橋を叩いても私は渡るか渡らないかまたさらに確認しないと渡れないなっていうぐらいの方が注意深い方がいいんですよ。その方が、まあ安全は 確保できますよね。確率は高いじゃないですか。うん、だからね、年には年を入れてという方がおそらくいいと思いますよ。まあでも、これだけね、一日に集中したっていうのは珍しいですけど、全部繋がってるんですよ。インドネシアのね、大きな揺れと、小山田ドーンと、あの、海底、ね、まあ地球の下では繋がっていてっていうことですよね。 で、地島で、まあ、M4.9 の揺れもありました。だから、繋がってるんですよね。そこのラインがね。フォッサマグナとかね。あの、地下でグワーッとなんかパイプみたいに繋がってるんですよ。で、もう流動体のね、あの、ドロドロしたものがグワーッと押し上げたり、ね、まあ、そういうようなガスが上がってきたりとか、地球の中では動いてるんですね。まあ、生きてるわけですよ。地球はね。だから、宇宙的に見たら、そん、あの、本当にそんなにね、離れてないんですよ。 でも日本に住んで、例えば東京にいたら、いや、あんな遠くにとか、いや、どうしてるかしら、あの、知り合いがいるのよね、愛媛にとか。なんかかなり遠くの、なんか出来事みたいに感じるけれども、宇宙的に見たら、本当に小さい、もう点の中で起きてるんですよ。だからどこに来てもおかしくないんですよ、今後ね。用意は絶対しておかないといけないんですよ、これはね。もう日本のどこにいても、あの、リスクはあります。 なぜかっていうと、北海道から沖縄までね、これ、あの、火山列島なんですよ。火山の上で我々は家を建てたり、マンションを建てたりして、アパートだったりして暮らしてるんですね。団地だったりしてね。だからそれを忘れて、あの、何事もなかったかのように暮らしている人が多いんですけど、実は我々は火山の上に住んでるんですよ。だからそれを理解してないと、やっぱりね、あの、用意が、 足りなくなってしまうかもしれない。警戒が、やっぱり、なんかね、あの、気が抜けて、なんかちょっと、ね、あの、弱くなってしまうかもしれないですよ。んこれはね、いけないことですよ。まあ、いつも気を張っていろということじゃないですよ。やっぱくたべれて、<laughs> そんなことしたらくたびれちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱり用意をしておくっていうのが大事ですよね。リュックにね。その、避難リュックを置いておいて、いつも枕元とかにね、避難するための靴と、 避難リュック。靴もね、歩きやすいやつじゃなきゃいけないですよ。避難するための、いや、私、避難するための靴、ヒールが高い方がいいから、15センチのヒールのでいいかな、いいわけないですよね。避難するときに走れないでしょ、それじゃあね。だから、ちゃんとあの、履きやすいね、靴ずれもできないようなね、靴下も必要だしね。本当にそういうものをちゃんとリュックの横に置いておいて、ね、まあヘルメットあってもいいですよ。 まあ、バイクのヘルメットだと思ったいからね、歩いて避難するのにどうかなと思うけれども、まあ、工事現場用の黄色いヘルメットとかね、まあいいと思います。まあ、帽子でもいいんですよ。あの帽子でもね。うん、だからいろんな方がいます。いろんなふうにまあ備えていくっていうのは大事ですけれども、まあ少なくとも本当、軍手とね、あの、まあ帽子類、まあヘルメットでもいいですよ。それは頭を守るものですね。 あとは自分がメガネとかをするんであれば予備のメガネをリュックに入れておく。だって割れちゃうかもしれないですよ。飛んじゃうかもしれないしね。あの、自分が飛ぶんじゃないですよ。メガネが飛ぶんですよ。ね、ショックでね。なんか、わーってなってメガネがポーンって飛んでどっか行っちゃうかもしれない。いや、これ、あの、笑ってる人もいるかもしれないけど、実際ね、私あったんです。メガネじゃないけど、あの、帽子かぶっててね、沖縄で。海沿いね、なんかやたらめったら風が強い時があるんですよ。で、 まあ、うちの娘と散歩して、ラン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 とこでってで歩いてたら、目の前からね、風が襲ってきたんですよね。一回だけ突風が。え、それまで吹いてなかったんですよ本当に。で、まあ、帽子かぶってて、キャップをね、で、ラン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 ンとこでってで歩いてたら、目の前からブワーンって来たんですよ。あー、なんでこの風がすごいねって言ったら、そのキャップがパカって取れて、宙に、本当に、高さ30メートル以上にブワーンって回転しながら舞い上がって、 見えなくなってどっか行っちゃったんですよ。で、うちの娘も驚いて、すっごい飛んだねって言って、うーん、こんなに飛ぶ普通とか言いながら、もうとてもね、取りに行けるような、もう距離でも高さでもないの。もう果てしなくブワーンって上がって、ちっちゃい点になって遠くに飛んで行って、どっか行っちゃったんですよ。一瞬にしてるんですよ。 こんなことあるんだね <laughs>。とか言いながらも諦めましたけど、だってどこ行ったかもわかんないですよ。手になって。いやー、びっくりしますよ。何が起きるかわかんないんですよ。人間ね。うん、だからメガネが飛ぶぐらい当たり前だと思ってなきゃいけないですよ。だね、これはね、だからね、あの予備の予備の予備ぐらいまで持っててもいいぐらいですよ。だから、カバンにね、リュックにいろんなもの詰めとかないと。ね、マスクももちろんそう、軍手もそう。 あと、ゴーグルね、絶対いれますよ。ゴーグルはね、あの、砂ぼこりとか、まあ、これあの、今だから、外に出たら何でもないんですよ。でも、ガタンガタンって揺れたりね、なんかあの、火が出ちゃったり、煙が出たりしたら、前見えないんですよ。前見えないと、ゴホンゴホンって言って、それも吸って、その場でうずくまって終わりっていうことが多いんですよね。怖いですよ。だから、ゴーグルとマスクあったら、とりあえず前見えるじゃないですか。歩けるんですよね。あそこ行けば大丈夫っていうね。 だから光が見えるような感じですよ。暗闇のトンネルの中で、洞窟の中で、一点のね、明るい光が向こうから、あ、刺してる、あそこに逃げればっていう感じで、ゴーグルがあれば見えるんですよ。自分の出口がね、人生の出口が。本当ですよ。そっちに向かって進んでいくんですよ。全力で。でもゴーグルがないと、何にも見えないんですよ。で、目もやられてしまって、 マスクがなければ、機関もやられて、お、ほあ,あ、助けてーってなっちゃうんですよ。怖いですよ。本当にね。たった100円のね、ゴーグルでいいんですよ。ね、100均で売ってるじゃないですか。あの、スイミング用ゴーグル。あれでいいんですよ。誰もゴムが切れちゃうかもしれないから、2つぐらい入れとけばいいんですよ。で1つはもう頭にしていってね、もう軍手と一緒に、靴と一緒に、あの、リュックの横に1つは置いておくんですよね。 で、すぐそれを頭にして、ね、別に家の中からしていかなくてもいいかもしれないですよ。頭にしとけば、外で、あ、これゴーグルした方がいいなと思ったら、それを下げればいいんですからね。おでこかなんかにあるゴーグルをね。うん、だから、とりあえず、ポケットにでも入れててもいいです。とにかく、あの、3つぐらい必要ですよ。2つ、3つ、1人。そうしないとね、何があるかわからない。誰か倒れていて、ゴーグルしなさい。これでついてきなさいっていうこともできるじゃないですか。見ず知らずの他人かもしれないけど、 うずくまってて困ってたら助けてあげられることもできますよね。予備のゴーグルがあれば。でも一個しかなければ、え、もう一個しかない。でも私が助かりたい。もう一個しかない。この人助けたい。でも私が助かりたい。そんなこと言ってる間の二人ともどうかなっちゃうので、ね、やっぱり予備の何かを持っているっていうのは他人も助けられるんですよ。ね、知ってる人か知らない人がわからないけれども助けることができるのでね、やっぱり予備は絶対あった方がいいです。あとタオルね。 あとペットボトルに水入れて、もう最初から入れとくんですよ、何本かね。で、あんまり重たくならないようにね、あの持ってないほど重いと、おそらく担げないですから今、担いでも歩けないですから、いや、それだと逃げられないですよねうん。だからその重さもねあの、軽いものばっかり入れたつもりなんだけど、そんな量入れてないんだけど、持ってみると、背負ってみると、ああ、結構重いなってことはありますよ。だからそれもね、ちゃんと入れて、背負ってみなければ分かんないんですよ。 あとは、そのリュックがね、背負ってみて、なんか肩の骨が当たるとかね、そういうことあるんですよ。それで長距離歩けないでしょだからリュックもちゃんと選ばなきゃいけないかもしれない。あの、担ぎやすいやつね。もう肩の骨が当たっちゃってね、もうなんか擦れちゃって、肩がなんか傷ついちゃうようなね。そんなリュックだと1キロも歩けないかもしれないじゃないですか。これは困っちゃいますね。もうゴーグル以前の問題になっちゃいますからね。 ま、気をつけなければいけない。うん、でもね、人間っていうのは、いつ、どこで何が起きるか、全くわからないんですよ。突然起きるんです。突然。うん、かこれはね、突然起きてもいいように備えておくのがいいんですよ。この準備。うん、これはね、とことんやっておいた方がいいですよ。まもなくね、あっちこっち、もっと来ますから。あと、重たいものね。あと、倒れやすいもの。固定しておく。 重たいものはもう最初から床に下ろしておくんですよ。床に下ろしておいたら、まあ、バンバンバンって跳ねるかもしれないけど、まあ、顔までは跳ねてこないですよね。例えば電子レンジを膝ぐらいのところまでね、小さい、まあ、棚みたいな、低い棚のところに置いておくと、そしたら、それが顔まで飛んでくることはおそらくないと思うんですよね。あの背の高いものは上下に跳ねて、その角が上の方がね、冷蔵庫の角が顔に当たるってことはある。 まあ大きな揺れだとそれぐらいのパワーなのであるんですけど、下からね、そんな重たいものが2メートルも上に上がるってことはほぼないんですよね。いきなり上がってくる、勝手に上がってくる。無重力状態じゃないから、ないんですよ。うん、だからねあ、重たい。電子レンジは危ないよ。電子レンジはね、ほんと足の上とか落っこっちゃったら足が砕けちゃいますよ。歩けなくなっちゃう。で逃げられなくなっちゃいますよね。足が痛いとね。だから電子レンジとか重いものは、 下に下ろしておいた方がいいですよ。あの、いつ起きるかわかんないんですから。とりあえずなんか起きそうだなと思って、じゃあ下置いとこうかな。あ、もう大丈夫そうかな。上に上げようかな。あの、それやめた方がいいですね。だってそれって自分の勘でわかんないですよね。その勘が合ってるかどかそんなに勘が鋭いんだったら、いつ来るかもわかんなきゃいけないじゃないですか。でもわかんないでしょ。だからそれはね、やめた方がいいですよ。あの、上げたり下げたりはね。とにかく下にずっと、 使いやすいように下の方にあのちゃんと設置しておくというのがいいと思いますね。常にね。だってもう危ない期間に入ってますからね。上げたり下げたりは良くないですね。あとは棚の中のお皿が大事なお皿。これは本当に私の好きなお皿という風にね、食器をいいものを集めてらっしゃる方いるじゃないですか。それ全部落っこっちゃいます。割れちゃいます。だからそこが開かないようにね、するものを売ってますので、 あの、扉が開かないようにカチャってやるのをね、買って設置しておくとかね。まあ、いろいろね、考えておかないといけないかもしれないですよ。これはね、危険ですよ。全部割れないお皿にするとかね。まあ、割れないお皿だと、あんまり、あのね、ちょっとデザイン的なものとか色が味気ないので嫌かもしれないですけど、そういう方は。いや、だけどね、それぐらいにしないとね、もう危ないかもしれないね。あっちこっちね、そろそろね。 で、まあ、あの、情報が頼りなんですけれども、とりあえず、海でね、大きいガタンっていうのが起きたら、これは、あの、お山田でも、まあ、海底でもね、揺れでも、どっちにしても何か起きたら、あまりね、あの、行政から発表される情報を待つんじゃなくて、その前に避難した方が絶対いいです。間違いはない。で、混雑しないじゃないですか。 だってみんなその情報を待ってからね、あの、避難するんだったら避難するでしょでもその前に移動しちゃった方が、道も空いてるから、おそらく車でちゃんと簡単に移動できるはずなんですよ。で、高台にね。え高台もあそこに移動すれば大丈夫だっていうところを決めとかないといけないですよ。あらかじめ。そこに行ってみないとね、一回ね。車でもいいから。行ってみて、ああ、ここだったら間違いなく大丈夫だし、安心だねっていうところに。 で、もし車で行けるんだったら、まあ、車にテントとかも今から積んどけばいいんですよ。そしたら、寝袋テントとかね、缶詰の食料とか、トランクにガーンと積んどけば、もう車で行くだけで済むじゃないですか。もし歩いて逃げなければいけないんだったら、そこから必要なものを歩いて持っていけるものだけを取って歩いていけばいいんですよね。それでもいいんですよ。うん、だから、あの、枕元に置いとかなくても、車がある人はね、車のトランクに入れておくとかね。 まあいろいろ考えておかないといけないと思いますよね。そのまんまあの早めに車で逃げるんだったら逃げるということですね。待ってないでね。待ってるとね、おそらくみんなあの、何か避難なんとかっていうのが出た場合にみんな一斉にわーって言って出るから、多分車だと逃げらんないですよ、もう。あの混んでて。また事故が起きたりして止まっちゃったりしてね。だから、そういう情報を待たないで逃げた方が、あの、楽です。安心だしね。うん。だからそうすべきだと思いますよ。 早めに行動を起こすということですね。まあ、これからどこに起きてもそれが日本はおかしくないです。沖縄なんか私、ね、沖縄にいるんですけども、まあ、海に囲まれてるんでね、この間もあったじゃないですか、波々がね、来るってね。で、また今回、波々かと思って、いや、沖縄は波々だらけだなと思って、いや、まあ、行ったら凄まじいなと思いながら、 いや大丈夫かなと思って、まあ、あっちこっちチェックをしてたんですけれども、まあ、沖縄はリスク高いですよね。だから高さが本当にあの、5メーター、10メーターの波並でも、かなりのものすごいことになっちゃいますからね、沖縄に来たら。いやー、もうだからもう、皆さんやっぱりドキドキするんじゃないですかね、そういうことが起きるとね、怖いと思いますよ。でも注意して、用意してっていうふうにすれば、随分違いますからね。 で、早めに、まあ、移動するということですよね。まあ、ちょっと用意してね、皆さん、ねあの、いつも緊張のね、あの糸を張ってるのではなく、用意をして、やっぱりそういうことが起きたら、一気に緊張して行動して逃げるというのがいいでしょうね。避難する、対応する。ね、ちょっと頑張りましょう。ね。まあまあ、あの、ね、揺れが、あの、昨日大きかったところの方はね、本当に、 あの無事を願っておりますのでね、いや、あの怪我をしなかったりね、本当に、あのー、ね、建物が大丈夫だったりことあ、もういろいろ心配ありますよ、本当にね、まあ、あの、無事を願っておりますのでね、皆さんね、まあ、これからも次どこに来るか、私も沖縄なのでね、沖縄に何が起きるか分かんないですよ。いや、本当、何が、何か起きそうじゃないですか、これだとね、こんな感じで来たら何か起きそうなのでね、まあまあ、本当、私も用意をして。 ちょっとね、やっぱり起きた時には緊張しますよね、それはね。まあ、皆さんもねあの、できる限りの用意をされていくっていうのはいいと思いますね。気をつけましょうね、皆さんね。頑張っていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。